お母さんにとって悲しいな、悲しいな、お母さんいつもな、応援してくれてんのに。彼はそういう人間です。いや、お前や、彼はそういう人間。お前、ここなんで雨水飲んでんけど言うからじゃん。だって飲んでる気なくない、こんな飲んでるわけなくない。なんで集めてん、水集めてるの、お母さん。それお前やん、水集めのお母さん。お前の親やん、それ言っていいの、お前のお母さんのエピソード。何がやねん、もう全部出たわ。いや、出てないよ、えぐい話あるよ。何やねん。え、普通にスーパー玉出て、こいつのお母さんの MI に万引きさせてたんですよ。はい。で、お母さん見張るから、ゆうや取っておいでって言って MI 君取ったんですよ。ほんなら、MI 君捕まって、別室連れて行かれて、で、親、別室入ってきた瞬間、MI 君のことを何やってんのってビンタしたらしい。それって親なんかな。いい家族愛やな、怒ってくれるって、叱ってくれるって、ええお母さん。やらせた親や。そりゃそうや、失敗した俺が悪いな。うん、じゃあもういいよ、バレずに取られるけど俺が悪いな。親、親、もう血は逆らえへんな。逆らえたかよ、うん、ゴキブリの親、ゴキブリゴキブリ目つけビビってる場合ちゃうぞ、これ。ベルサーチの箱、俺、かわいい、見たことないです。買えようですよ。何かも想像、見当もつけません。見当もつけません。じゃあ家帰ってあげらせてもらいます。はい。はい、どうぞ。開けます、すいません。はい、まあ、家帰ってね、ご飯と一緒ですよ、給食と。家族の分持って帰るみたいな。おい、言うね、それ。家族の分、パンも。猫にあげる、つって、みんなから集めて。給食、猫にあげるから、つって、みんな。言うね。ほんまに言うね。ほんまのやつや。はい。それも、最終的に親がもう食いに来るっていう事件になったから。確かに。でもまあ、そうやってほんま成り上がりっすよね、こんなプレゼントもらえるって。嬉しいっすわ、うん、お母さんがもらったことないでしょ、こんな。で、ないっすよ、遊戯カードだけやったっすよ。え、誕生日遊戯パック1個でしょ。でも、アンティークギャグもらえるから。その話してくださいよ、めっちゃおもろいんで。おい、笑えるか、今。いや、アンティークギャグゴレム当たった話、誕生日遊戯パック1個で、アンティークギャグゴレム当たった話、めっちゃおもろいから。全部言うときに。その話をもう全部言ってたから今はもう忘れたいことだっていっぱい。確かに家族のこととかを今思い出したくない。確かに、どうぞ。確かにって思うだけ。でも誕生日中指立てんだよ。生まれていいっすけどね。言われてんか、ほんまに。お前、え、マジで、貧乏やったんですけど、子供の時の誕生日プレゼント遊戯パック一泊やったんですよ。それでアンティークギアゴーレムって最強のモンスター出ました。でもアンティークギアゴーレム出すのに他のモンスターいっぱいいるんで。一生出さない。山形5枚しかない。ゲームとかプレゼントですか。ゲームとかなかなかあげへんやろ、この年で。うん、そういうのじゃないよ。もう何歳なん。とシンプルに小学生のプレゼントってやりたい。いや、それは嘘でしょ。何がいねん、お前。小学生の時ゲームもらってないでしょ。もらってるわ。もらってないっすよ。もらったわ。ビー玉でしょ。店から小学生の時店からもらった。え、パクってんやん。いや、マジでビー玉でしょ。おはじきとビー玉でしょ、誕生日プレゼント。もうマジバカにすんなよ。潰すぞ。エメイ君、誕生日パーティー、家族での誕生日は4年に1回やったんですよね。覚えてるな。まあ、でも俺も、はい、おばあちゃん、購入の時に亡くなったんやけど、はい、結構おばあちゃん子やって、まあお母さんのおばあちゃんやから、はい、まあおばあちゃんち、家違う。じゃあゴキブリの血はないんすね。誰が寺本がねって。一回離れるの、ほんまに一回離れる。話進めへんから。はい。おばあちゃん、めっちゃ仲良くて。はい。で、俺も、よう、おばあちゃんち行ったら、事前に握らされて、うん。ゴンギョを唱えさせて、おばあちゃん、創価学会から、はい。ずーっとやって、はい。ほんで、こう、もう30分正座で、三名法蓮華経でずーっと言わされて、はい。ふっとしてから、術伸ばして、こっからやで。こっからグー上がんねん。ダン。どうぞ、意見で言うたら、ジュース実、その前、おばあちゃんちって絶対30分自分握らなあかんから、はい、それがしんどくて、はい、おばあちゃんに、フルーチェ作ってあげるよ、つって、俺が。で、作って、中に自分何個か忍ばして、食わせて。いや、ガチっすか。え、それは作れないんすか。マジっすか。ガチ。え、怖い怖い怖い。怖い、全然笑顔の意味が変わってきた。怖い。でもその親とか寂しがるっすね。おわ息子だけあーあーっつってずっと這いつくばって泥の真ん中で底なし沼に落ちてってる状態でしょ、親。お前マジで言うなよ、助けて。おい待て、ほんまに待て。
親の気持ちをどんなつもりでお前は感じてる。いや、親ちゃうでしょ、あれ。言っちゃった。お母さんごめんよ。いつもな。お母さん、見てる？最近。見てるよ。全部来るよ。パーカー買ってくれてるから。送るよって言ってんのよ。ごめん。俺が金渡してるんやで。働いてないから、俺金渡してんけど、パーカー買ったでっていう。履歴見せようか。ガチ、うん、え、お母さん、お母さん、お前めっちゃええ人やん。俺が渡しようかねえで。そういうのにナッシードッグのパーカー2着買ったよって来て、あれ売り切れやけど欲しいねんって言って言われて、売り切れなパーカーを、うん、で、いや送るよって言ってんのに、いやもう買うよって言って。ちょ、俺めっちゃこれです。俺言いたくなくて言ってるっす。どんなに賞味無理があるやろ。無理があるよもう。いや俺ガチで金ないんやで、お母さん。いや、それなんだったか渡しないで。最低限しか渡しないで。で、ナッシードッグ買ってくれたんす。そのお金でナッシードッグ買ってくれてんねん。なんか2ヶ月貯めたらしいわ、俺からもらったやつを。で、2着買ったらしいわ。最近送られてきたんやつ、それ。いや、俺マジ、間違ってたっす、俺。マジで。大間違いよ、お前。気づけって。そのぐらいしか。もう違うぞ、エマイクのお前、バカにしないです、家族。それ100回目やもん。エマイク、信じてください。目見てください。それがやる顔のやつの顔や。いや、ほんまにしないです。ほんまにすんねん。あ、ほんまにしないです。すいませんでした。マジで。あ、それナッシードッグ買ってくれてて、俺マジ嬉しいっす。いや、それ俺も嬉しいよ、ここの層からそんなにしてくれてるからな。ご飯とかはどうされてますか？万引き。万引き。万引き。アウト。アウト。アウトです。3ね。3と1。はい、3と1です。おい、お前人の何やらしてんねん。万引きです、言わしてんや。言わすなよ。とりあえず服で待ってさ。万引きやってんすね。悪いっすよ、お父さん。やってないねん、言わされてん。でもどうせ見張り役でしょ。見張り役ちゃうねん。そう、お兄ちゃんね。家族3人で万引き行くんすよ。お母さんがこれ取れって言って、お兄ちゃんが外で自転車乗ってんすよね。そう、エマイ君が物取ってお兄ちゃんと合流して逃げるんですけど、うん、はい、エマイ君捕まったらしいんですよ、その日万引きして。そうで、別室連れて行かれて、うん、お母さん今買い物してるって言ったら、お母さん呼び出されて、うん、別室入ってきたら、何やってんねんってバーンってビンタされてボッコボコに。その時初めて痛み知ったんでしょ、うん、あ、これがお母さんだよ。ちゃうっすね。自分がこれ取れって指示したのに、別室入りでビートする。今になったら思い出です。毎日お父さんとお母さんが喧嘩し、家が穴だらけになる。本当ですか？本当です。お、まずクリア。まず一つ、はい、家に帰ると親が泣いており、理由を聞くと、なんで離婚することになったと伝えられ、母親に元気を出してくれと思うと、めちゃイケを見せる無言の1時間。ちょっと待って、なんで知ってる？宮本家しか知らんの。リアルなんすか？え、ガチ。ちょうど土曜日に離婚して、離婚したその日もお母さんが泣きまくってたから、はい、めちゃイケたまたま8時。そうなんや。もう大事にせよ。家族をね、家族を大事にしてくれて。はい、豪華。ほとんどの家の晩ご飯が、おかずはふりかけで、すごく豪華な晩ご飯の時はミートボール行こう。事実確認。合ってる？ちょ、なんでこれ合ってる？ちょ、待ってよ。お前人の家族ばかりしてるから。ちょっとミートボールは見え張っちゃったっすね。じゃあ次行きます。お前、誕生日の日の誕生日の日のミートボールあったんだ。誕生日のミートボールバカにしてる。あったんだ。あれ、もうバカにするやつやったんや。バカにすんな。なんでバカにすんの。キモったわ母ちゃん、家にご飯がなかったので母親が給食を食べに来る。マジですか？マジ。
日常茶飯事え、これ先生何も思わんすか先生もう全然見よう族のお母さんっていいよ学校公認働きよ金目のもの借金取りが学校まで乗り込んできてランドセル差し押さえる実際は教室の中までじゃなくて家の門まで前まで来て出た時にやられたんですけどね借金のランドセルを差し押さえるランドセルその時俺エナメルバッグやってもらったもらいもんのそのナイキのエナメルバッグを持って抱えたちょっとだから、まあ、ランドセルではなかったね俺ランドセル人生一回も持ったことないからランドセル買ってもらったことないんですかないな持ってかれた終わらんのやめよもうやめよ、 もうやめよ、うん家が貧乏だったダメこれ遊戯王パックこれ有名です、はい、僕の誕生日プレゼントが唯一遊戯王パック1個で開けたらアンティークギアゴーレムが入ってたあのめちゃめちゃ強いカードね買ってもらったことないのバレるんでゲームもあるわねゲームカセットって言ってるじゃんねナイスあるねナイスなんて言うんだよゲームカセットやろ普通カセットっすねゲーム買ってもらったことないそれ裕福なんか家庭の言い方やろえ、じゃあゲーム買ってもらったことないやんそれあるわはやばいやんお前だってなんでお前がえ、違う違うお前ないやんじゃあなんで昔ダイヤモンドパールやってたね盗んだんやお前ゲームやっお前買ってもらったらあるんお前話おかしやってくんだよいろんな話お前がダイヤモンドパール買ってもらえてたんやったら話おかしやってくんだよなんであったんやろなサファイアとルビーからゲームボーイアドバンスと家にないよいやでほんまにあったんやないって買ってもらってはないよ確かに目の前でそのレジまで行ってお母さんと一緒にな、うん、行ってあ買ってもらったっていうやり取りはないよ正直マジでだからないやでもゲームアドバンスとルビーとサワイア1個ずつお兄ちゃんと俺の分はあったでないってあああの時なんであったあったのにお前それ辛すぎて現実見れてなくてそのおかしくなってんやってでもゲームはあった買ってもらったは嘘やな盗んだよおい謝るよまあでも遊戯王カード盗んだやつ名前何やった謝れそいつにそいつがマサヤ君前川マサヤ謝れよそいつがルビーサファイア取ってるわ完全にいやいやそれはもう無理いやそれは多分ギャングさやで謝らなあかんとこはラバル君の横の俺ラバル汽車で行き前にあんねんあーえまだ潰れてない潰れた潰れたあそこ あったよ去年一昨年まであったよあったあっ た最近もうあれ俺が小学校の前からあったやつギャングさ汽車で行きあったからあそこよあそこだってゲームボーイのカセットこの透明なあれに1個ずつ入れてあの、うん、パッケージなしのやつをなこう入れて、うん、ほんでこんなワイヤーみたいなやつにつるしバーッと売ってるタイプやったから、うん、お前ちゃんと覚えてるやんお前盗んだんちゃんと覚えてるやんもうそのシステムまで覚えてんじゃんだよお前2、3回お前下見行ってるよ完全にいきまーすさすがに一回飛ばそう、ガードワンも。ゆっくり。あれだね帰ろうか、二人で。なんでやねん。なんでやねん。続けろ。俺、お母さんにこういう友達と遊んだあかんって言われてんねん。おんねん、おんねん、こういうやつ。うえぇーとかするやつ。こいつ大体すぐ遊戯王かくるから。友達の遊戯をすぐパクるから謝れ遊戯をパクったやつの名前言って謝れ前川雅也くん面白そうエメイくんって子供の時なんで俺生まれてきたんやろって思ったことあるんですか何回も自分がほんまにお母さんの国家っていうのをちょっと真偽確かめたくて、はい、親にあの俺の昔の写真とか動画があるねんって見せてほしいって言ったね、うん、じゃああるけど出されへんって言われガチでなんで家にあるんやけど、うん、絶対取られへん場所やから渡されへん見せられへん渡すのにちょっと時間かかるからちょっとだけ待っといてくれへんって言うよ動画撮るよ企画でみんなの それも動画になるんかなと思ったから俺もその写真とかをちょっと欲しいなと思う動画とか昔の俺っていうのをやろうかなと思ってるけど多分今作ってるやろでも今のコンプライアンス意見かなその地下室の奥に重く入っていって南京錠を開けてマイクに出てくるみたいな監禁されてないよ俺育てられてんねん普通に動物で育てられたらこうちゃうねん動物で育てたら南京錠出てこないですよね